はい今回はガーシーが懲役4年で自民党の裏金議員が逮捕されないおかしさこちらを考えていきます今回もよろしくお願いいたしますえこのガーシーがですね、まあ、ニュースに、まあ、久しぶりになっていたんで、まあ、どういったことかと思って調べてみましたで、まあ、最初にですね、まあ、ちょっとお伝えしますと、まあ、僕あのガーシーって結構嫌いだったんですよあの、まあ、多分皆さんもご存知でいらっしゃると思うんですが、まあ、ガーシーの後ろにせんべいがいたということが、ね、結構有名な話で 少し前から、まあ、そういったい,いろいろ裏側で力が動いていたということで、でまあ、そういったまあガーシーなんですが、今回ですね、ガーシーがまあ懲役4年になったんですが、明らかにそれよりもおかしい、自民党の裏金の議員が、裏金をね、その脱税をした議員が全く問われてないっていう、まあ、そのおかしさがあるわけじゃないですか、だかもしかしたら、このガーシーっていうのは、自民党の裏金議員をの目線を逸らすためにまあ懲役4年になったのかなとかね。 まああるいは、あと、まあ、憲法改正とか、そういったもののね、水面下でえ進めてるものの、まあ目線そらしに、えーたい、このね、逮捕、懲役4年になったのかなとか、まあ、そんなことを思うんですけど、まあちょっとこういうのもね、どう,どうかなと思うんですが、まあね、えー、僕はガーシー嫌いだったんですよで。別に今は好きじゃないんですけど、なんかちょっとね、ちょっとかわいそうかななんていうのをなんか思いました。うん。いがいて ね、有名なあの YouTube で活動されていたわけじゃないですか。で、まあその結局今回のことを調べると。 まあ、いわゆるそのガーシーが言っていた話っていうのが、まあ、本当だった可能性が高いんですよね。多くの人がその、まあ、芸能ゴシップっていうか、まあ、そういった話をまあ見て聞いて、まあ、支持していた人も多くいて僕は嫌いだったんですけどちょっと違う理由で、うん、今回かわいそうかなと思いましたっていうことでね、えー、まあそんななんかまとまらない話で申し訳ないんですけど、まあ、ガーシーは、ね、懲役4年になるとしかしその、ね、何十倍何百倍でしょうね何百倍何千倍と悪さをしている自民党の 村上議員はおとがなしって、本当に日本ってどうなってんのかなって思うわけですよ。うん、で、この確かガーシーっていうのはあの、まあね、選挙に通ったんですが除名されたんですよね。で、それっていうのもなんかなかなかの謎なわけですよ。 あの国民の選挙で、えーまあ、選ばれた人間が突然除名されるっていうのもおかしいし、まあ、その時もまあ見せしめだったのかなとかっていうこともまあ思いましたということで,で、まあ、ニュースの内容がです、ね、短いんですがその前に SNS の話題がいくつもあるので。 まあちょっととその SN の SNS 話題を見ていこうと思います、まあ、どちらかというと僕とまあ同じような、まあ、リスナー様も同じような考えを持っていらっしゃる方もいるんじゃないかなと思いますしちょっと違う考えの方もまあいらっしゃるのかなと思うんですがやっぱりこういった意見が結構あるんですよね、えー、まあガーシーはまあ懲役4年になりましたと。 うん、初版なんですよねで初版でままあその、まあ、YouTube っていうもので、えー、まあそれ以外もあるのかな SNS とかでね、えー、まあそのまあ芸能ゴシップを暴露していたにもかかわらず、えー、こういう目にあったっていうのはまあ何かなっていうまあことが言われて、まあ、おかしいなって思うっていう方が多くいらっしゃると僕もそう思います。 でやはりですね東京地検特捜部の,、まあそのねまあ、逮捕ということで自民党には全く何もしないのにこのガーシーには強気に出るということで,でこのガーシーというのは懲役4年を求刑されたということですね。 だからあの自民党と東京地検特捜部の背後には宗主国、米がいて、自分たちが例えば利用できる裏金議員というのはそのまま残しておくんですが、ガーシーというのはこの見せしめとかに合う、まあ、そういったものであると考えられます。だから、米が決めてるんですよど、誰を罪に問うか問わないか、で今回はガーシーを、まあそのね、懲役4年にするということを決めたということで。 でねちょっとかわいそうだなと、かわいそうっていうのもちょっと言い方がどうかと思うんですが、ちょっとかわいそうかなと思ったのがですね、こちらなんですよ、あの,のガーシーってね、結構、その芸能ゴシップとかでなんかね、いろんなことを言ってる感じじゃないですか、で、なんか、若干なん、なんていうのかな、不良的なところもあるのかななんて思ったんですが、実はすごくいい人であるっていうことを投稿した人がいたんですよ、SNS に。 ガーシーが炊き出しの手伝いに来ているっていうようなことなんですね。で、これってほとんど報道されない話だということで。で、それをまあ、あ、気になってというか、まあ、していただいた、えー、まあ、あ、話ってことで。 石川県の能登だと思いますが、石川県の能登の被災地にガーシーが行って炊き出しの手伝いをしていたということなんで、自民党の裏金、ね、議員よりもよほどマシじゃないですか、で別に僕はこういうガーシーがしてることっていうのは、すごいなと思うんでね、ちょっとそういった意味もあって、ちょっとかわいそうかなって、ちょっとあの今回思ったかなっていう、まあまあ、そういった話ですっていうことで。 で結局、今回の件で分かったんですが、まあ、いわゆる、まあ、SNS とかで言っていたガーシーの話は本当だったということですよね。あの常習的に、まあ、脅しをしたということで、東京地検特捜部かな、検察がです、ねえーまあ、そういったことを誹謗中傷行為とかっていうことを言ってるんで、あとはこのガーシーがです、ね、やっぱこうなった一つの理由としてはあの、木原っているじゃないですか、岸田の右腕木原、あれの女性問題について、えー、かなり迫ったんで、そういったことが、うんまあ、政府サイドに、ねえー、マイナスに働くということで。 プロレスっていうかあにしてはちょっと度が過ぎるっていうことで、まあ、こういう目にあったのかななんていうことを思います。 でやっぱり結局、まあ、自民党の裏金議員というのを野放しにしておくで、それは別にもう全然何もね、えー、まあいいっていうことで、でそのガーシーっていうのは、YouTube で活動したということもありますが、この木原の件とか、あといろんなことを多分知ってるんですよ、で、またいつ何時、ガーシーがそれを語り出すかわからないから、そういった意味も込めて、お、ま、そ、あ、らく東京地検特捜部、あるいはです、ね、自民党の裏にいる米が、画策して、こういうことをしたんじゃないかと、まあ、そういうふうにまあ考えられるっていう、まあ、そういったことですね。 でまあ、ニュースががまままああ短いいんですすちょっととニニュューーススを見てここう思のにもあるんですが、実はこのガーシーの件もね、ね実は SNS の取り締まり、規制強化に入ろうとしている、そのステップを踏もうとしてんじゃないかということも考えられるんですね。えー、必要な誹謗中傷を行ったということで、懲役4年をこのガーシーがまあ休憩されたということで。 綾野剛とかを繰り返しそういうことを言ったっていうまあことなんですよね。で、ガーシーの本名、東谷義和被告がですね、その YouTube 上で、まあ、綾野剛ら4人を繰り返して、繰り返し脅迫したっていう、まあ、そういうところで罪に問われているということで,、うん、で、その裁判ではですね、綾野剛の意見が取り上げられて、 俳優としての職業を続けられないではないかということをまあ言ったと。で、検,検察はまあ必要なあ暴露誹謗中傷にあたるということで、えーまあ、そのインターネット上の誹謗中傷を、えーまあ、象徴していることで、懲役4年ということで、まあ、これがちょっと重すぎるなと思いますけどね。で、えー、裁判長にガーシーは何か最後に問われたら、 SNS で発信するのではなく被害者に寄り添い弁護士と相談しながら刑事告訴民事訴訟などをしていきたいと思うって、うん、なんか真面目なことを言ってるなと思うんですがまあね何て言っていいのか分かりませんけど言うなればね、えー、まあまあこのだから僕の感想ですけど別にこの綾野剛がどうのこうのとか多分そ,そこじゃないと思うんですけどねその木原の件に、えー、追及した踏み込んだこととかあとは今回この 自民党の裏金の、ねえー、県で、えー、裏金の議員を野放しにしてるんで、そういったことの、えー、国民の、まあ、目線が向かないために、えー、このガーシーをこの懲役4年にしたんじゃないかと思ってます。で、実際にここにあるんですよね、最近、社会問題化してるインターネット上の誹謗中不調を象徴してるっていうところにあるんで、こういったガーシーの件も一つの、まあ、なんていうのかな、一つ利用して SN、SNS の規制強化に入ると、でそ,その先っていうのは、例えば政府とかに関しての批判をさせない。 ようなそういった動きあ,あるいは法案そこに向かっていくんじゃないかと思います。うん ガーシーがね、えー、なんか一生かけて反省しっていうかっていうことを言ってたんですが、まあ、べガーシーの弁護士は常習性は認められないっていうことを、まあ、言っていたということでね、うん、僕はあのさ最初の方にお話ししましたが、ガーシーってあの嫌いだったんですよ、せんべいの手先でですね、なんか意味のわからないこと言って、うん、なんかゴシップゴシップっていうような感じだったと思ったんですけど、なんかちょっと後悔かわいそうだなと思ったのとね、えー、その炊き出しの手伝いに行っているっていうことで、 こういう人っていうのは別に本当に悪い人じゃないんだろうなっていうことをまあまあ僕は思いましたっていうことで本当に悪いのはね自民党の裏金をねこう着服して脱税してるその議員ですからその議員たちが逮捕されずに野放しにされていることがこれが本当に一番まずいってことで。 えーまあ、いつもお伝えしてますし、皆さんも思っていらっしゃるでしょうが、自民党政権の肯定が必要です、えー。そういったことをまあ思うニュースでしたということで、えー、今回はガーシーが懲役4年で、自民党の裏金議員が逮捕されないおかしさについてお伝えさせていただきました。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございます。今回はここで終わります。失礼いたします。